これからどうすっかな。クラウドがいると無茶もできないし。アンジール、俺どうすりゃいい？よーし、スネ、久しぶりだな。ザックス、逃走中のサンプルってあなただったの？そういうこと。あの実験室で何をされたの？まあ、いろいろとね。なあ、シスネ、俺たちを連れ戻しに来たんだろ？頼む、見逃してくれ。軍なら逃げ切れると思ってたけど、タークス相手じゃさすがにきつい。ザックス、ごめん。これ任務なの。逃げたいのなら私は。来るな。もし来たら次は本当に。軍もタークスもいる。今動くのは危険だ。今日はここで朝まで休もう。明るくなったら出発だ。ま、気長に行こう。沈め。彼は確かミブルヘイムであなたと一緒に回収された。どうして来たんだよ。来るなって言っただろ。彼様子がおかしいわ。どうしたの？魔鋼中毒さ。それも重度のな。実験のせいなのね。ああ、おい、ゾン、ターゲットに逃げられたわ。そういうことだからしっかり逃げなさいよ。シスネ、サンキュー。プレゼントがあるわ。私を信じてくれるならどうぞ。神羅星最高。まだいたのかよ。獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、暗き空より女神が舞い降りる。
光と闇の翼を広げ、至福へと導く贈り物とともに。俺の髪。お前は北条の実験に使われたと聞いている。プロジェクト S 用に加工されたジェノバの力を引き継いだ。そうなのか。マジかよ、俺の髪食いやがった。この細胞が俺にとっての女神の贈り物。これで俺の劣化は止まる。あんた、おかしいよ。モンスターの細胞さえ手に入れば、あとは不要。モンスターはお前らだ。いざ語り継がん。君の犠牲。世界の終わり。人知れず水面を渡る風のごとく、緩やかに、確かに。アンジール、どうしたらいい？な、あれ？あれ？クラウド、俺、田舎に帰ってきた。ここ、ゴンガガだ。やっぱ、うちには帰れないよな。絶対先回りされてるもんね。ちょっと待っててくれ。
親父とおふくろ気になってさ。